ペドリとイニエスタってやっぱ似てますか、そういう動きとか。結構今似てると思う、比べられると思うんですけど。似てると思うんですね。ただ、まあ、イニエスタ選手今はどっちかちょっと引いて落ちっていう印象がありますと。今年はちょっとあまり試合見てないんですけど、私はその辺は落ちて、でも、当時古橋選手がいた時は落ちるんですけど、普段落ちると少し怖くなくはなるんですけど、ただ一本のパスで裏取れるので、逆にちょっと落ちることによって相手が少し前に来たタイミングでバーンと蹴ると、バーンと蹴ると。なるほど。でしかもそのパスも振り早いですし、すごいピンポイントですし、で古橋選手もそのファーストタッチからシュートまですごく上手いので、それはハマってただろうな。なるほど。もしかしたら年齢的なこともあるんですかね。やっぱライン間で受けて。ちょっと狭いところドリブルしていくのは結構もう大変なのかもしれないとか。大変なのかもしれないです、まあ、でも前 の回でもお伝えしたんですけど、まあ、ドリブルの成功率とかは当時リーグトップでしたし、やっぱいい試合はライン間で頑張ってきて、で、ね、でサンベル選手からパスが入る。